はい、今回なんですけど、うちのバイトの小野くんにね、まあ、今月も激アツオリパーやりたいので、1000円オリパーうちのカード在庫使って作っといてください、っつったら、まあ、かなり大量のカードが届きましたので、今回はこいつの中身を見ていこうっていうコーナーです。彼から聞いた話なんですけど、だいぶやってるそうです。というわけで見ていきましょう。まあ、はい。1000円オリパーですね。デモンズライト、ベガス。まあ、市場相場で言うと、1500? いや、もうちょいするか、1700ぐらいそうですね。で、アタポンシャッフ、アタポンシャッフ、クロックがたくさんですね。これも相当高そうですね。1000円じゃ絶対済まないだろうな。まあ基本ベース多分こんな感じだと思います。まあよくある激アツオリパーですね。メメントにダマス3。でもまあやってるってほどではないですね。で、ディール、カッカ、ミノガミ。はい。なるほど。あー、やってますね。クロックのルーダー。あー、はいはいはい。で、ベガス、ニコル、アイアンマンハッタン。はい。で、ツインパクトマップですね。はい。あー、やってますね、これ。あー、はい。ロイザーとロイザー。で、ロイザーと、シクロイザーですね。やってんな、俺。カッカデッドゾーン。はい。カッカデッドゾーンだろうな。はい。これもデッドゾーンだろうな、おそらく。はい。だろうね。はい。はい、デッドゾーン。はい、おめでとう。響き?は?あー、マグルピ。マグルピは今、1300円ぐらいかな。はい。クランビアデリート、これで済むんだ。これ、多分、あれですね。まあ、多分、小野くんは僕より相場詳しいので、多分これで成立するってことは多分これ結構高いっす。で、ライフ。へぇー、ライフ高いんだ。よいしょ。で、外れポンの助の下にチェンジ剤入れんだよな。で、ガンバトラーと、はい。2枚のジョマンキガニ。まあ、1000円超えますね。ドラゴダイオウ。で、ライフ4。はい。まあ、こんな感じですね。ライフ4のやつと3のやつあるんだね。はい。まあ、もうちょい見ますか。はい。ガンバトラー2枚のジョマキニ。これさっき見ましたね。で、これも同じかな?はい。なんかめっちゃ在庫ありますね。シャコ。はい。シャコなんか最近値上がったらしいっすね。シャコ。同じかな?はい。一緒っすね。ポクチン。ほう。ポクチン。で、クラッシュヘッドとビッグマンフリアプロモ。プロモは高いよ。600円くらいすんのかな?おーい。そうでもなかった。エンターテイナーって確かこういうリアクションしていいカードでもないらしいっすね。で、メメントが3枚。今、あいつ1700円ぐらいだよね。だいぶ落ちたよな。で、メメント3。メメント3枚で済んでるってことは、こいつ多分今単価500円ぐらいすんな。で、バキドルツバイ4。ドルツバイっていくらすんだろう。こういう扱い受けてるってことは多分400円ぐらいかな。ポクチンのレッド2。よし、当たった。で、ジョマキが、4。で、洗脳4。へぇ、洗脳値上がりましたね。はい、ドン。セレンコンチェルト。まあ、これは高いだろうね。4枚。あー、1000円で4枚はやってんな。チェンジザー。はい。チェンジザー。すげえな、これ。で、ガンバートラー2枚のジョマキニ。これ多いな。はい。ヘリコプター2のガヨ1ですね。はい。レオザスター。これなんか無駄に高いらしいですね。で、ジョットガンドラゴンジョーが4枚。デッドソードが3枚。4枚。おー、物量。これいらねえ。本音言っちゃった。マッドデーモン閣下が、1枚デスマッチ1枚の、これはドルマゲドンですね。で、タイガニトロが1枚、刻む1枚のドルマゲドン1と。で、ハズポンの下は大体強い。まあ、はい。ハズポン界の中であんまり強くないですね、これ。なんか、噂によると、ハズレポンの助の下は大体強いらしいです。まあ、てなわけでこんな感じのパック。1000円オリパーですね。大量に作ってきました。で、これかなり量あるので、おそらく2回ぐらいに分けて販売することになると思うんですけど、そのうち1回の発売日は、工房祭に出られる方のみ教えます。なので、まあ、工房祭出る方で、このオリパー買いたいよって方、概要欄にある動画から参加方法見れますので、そちらの方をご確認ください。というわけで以上、今月の激アツオリパー紹介でした。